腰痛や足痩せしたい人におすすめなストレッチです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、腰痛の方、そして足痩せしたい方におすすめな20秒7セットの床で行うストレッチになります。最大のメリットとしては、腰から下ばかりのストレッチなので、しっかり伸ばすことができます。腰痛改善になります。大きな筋肉をストレッチすることで体がリラックスすることができます。ではメリットを説明していきます。まず腰から下が軽くなります。で、足の疲れが楽になります。むくみの改善になります。デメリットとしては、少し無理をしてしまうと翌日筋肉が伸びすぎて痛いことがあります。リラックスすることが難しかったら、要はコツがつかめてなければあんまり伸びませんので、逆に体がこわばってですね、リラックスすることができない場合があります。では一緒に20秒7種目行っていきましょう。ではいきます。寝た状態でまずはつま先を上向けて、ももの裏を持って腰とハムストリングを伸ばしていきます。リラックスしてください。はい、では反対足です。ぐーっと伸ばしていきます。膝ができるだけ曲がらないようにリラックスして伸ばしてください。しっかり伸びる方はできるだけ近づけてください。つま先は上げてください。ぐーっと伸ばしていきます。はい、次に体をねじっていきます。足と上半身を反対の方向に向けて、しっかり腰を伸ばしてください。息をしっかり吐きます。はい、反対向きです。はい、今度は横を向いた状態で上側の足を折り曲げて前ももを伸ばしていきます。骨盤をしっかり後傾させることによって前ももが伸びます。リラックスして行ってください。はい、反対いきます。はい、今度はももの裏を持って膝を抱えます。腰をしっかり伸ばしてください。はい、反対の足も同様です。ぐーっと伸ばしていきます。リラックスしてください。しっかり抱える方は膝を持って抱えてください。はい、今度はあぐらを組んで間に手を入れて、しっかりこれでお尻腰を伸ばしてください。ぐーっといきます。はい、反対もいきます。ももとお尻と腰を伸ばしてください。はい、じゃあ今度は立ってランジの姿勢でしっかり股関節と前もも伸ばしてください。ぐー、上半身は少し反ります。ぐー、はい、反対足です。ぐーっと伸ばしていきます。
上半身は反っていきます。はい、最後膝ついて手を伸ばして腰をしっかり伸ばしていきます。ラストです。できるだけ力を抜いてください。はい、お疲れでした。はい、皆さんお疲れ様でした。どうでしたか？足の裏とか前のももとか腰、お尻しっかり伸びて楽になったんではないでしょうか。おさらいなんですけども、腰から下がしっかり伸びます。リラックスできます。腰痛の改善になったんではないでしょうか。メリットとしては腰が軽くなります。動かしてみてください。だいぶ軽いと思います。足の疲れが取れます。むくみが改善されます。まあ、あんまりね、開脚とかね、伸脚とかそういったストレッチじゃないので、まあ、翌日痛いってことはあんまりないとは思いますけども、体がすごい硬い方はですね、これでも痛くなることがありますんで、まあ、しっかり揉んでお風呂で温めてもう一回ストレッチをすることで翌日楽になります。本日は腰痛改善足痩せストレッチでした。頑張った方よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。SNS されてない方はシェアもお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。